レインボーシックスシーシュ始めていきます。今回はソロプレイで名声を稼ぐやり方を説明します。まずソロ始めます。人質防衛、必ずこのマップにだけにします。設定でね、オプションの設定化できますから。で、タチャンカを選んで、シールド、武器は何でもいいですけど、で、回出を必ず選びます。エリアを補強せよ、敵が来ている。まずこっからなんとか減ります。絶対遅れちゃいけません。本当遅れたらちょっととりあえず自分で対処します。最初のフェーズは開けてくるんで気をつけて、こことかね。部隊が人質の居場所を見つけた。敵はあと3人。敵を制圧。で、2回。敵が来ている。人質を守れ。もう1回、2回取ります。で、次優先して埋めるのはここ3つ目のとこ、左から。で、ここは無視します。時間が来たのですぐにここにライトマシンガンを装着して、余裕があればまた壁取ります。そしてここに貼り付けます。で、すぐ戻ります。で、すぐここにで撃退。シールドは左肩から頭にかけて撃てば当たります。敵が来ている。エリアを守れ。もう大体ここで終わりです。もう壁はいらないです。あとシールドをここに配置します。なぜかっていうと、これ通れないような壁にして、ずっと待ってよ。ここは別に貼らなくてもいいです。敵が侵入。交戦準備。ここの下は階段ですから問題ないです。まあ通り道を防ぐためにあります。あのボンバーマンの、もし撃ち漏らした時のために。ここはもう撃ち負けることないんで絶対に。で、ここの真ん中のここら辺でいいです。前から来た敵はもうそのまま反動のままでタターンと撃てばいいです。残り3人だ。こっちから来た時はこうやって横に撃つといいです。
撃ち逃しにくいです。脅威は排除された。で、必ず補充します。エリアを補強しろ、敵が来ている。補充したらこっちも補充されるんで、こうやってこれ意味ないけどポイント稼げる。やらなくてもいいです。たまにここにあのシールドが挟まって邪魔になったりした時はこうやって、敵が接近している、こうやってやってまた外すと、外れる場合があります。外れない時もあります。よし、待ちます。来ました。人質を発見。今挟まりましたね。ちょっと危なかった。で、音が聞こえなくなったらすぐにリロードします。あとこれで稼げるのは待って、あのボンバーマン来ました。敵はあと3人。あいつはもう全力で撃つ。やっつけましょう。敵を排除。よし、終わった。はい、敵部隊を排除。これでボーナスポイント、ブースト、シーズンパスのポイント合わせると600稼げます。600以上稼げます、名声が。この短時間で、もう 100% もう成功するんで安定して稼げます。もういいっす。寝る前からこれですけどね。はい、終わります。